はい、それではプロフェッショナル B 級ラテン優勝いたしました高野正武、吉田稲見組です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは一言ずつ優勝の喜びを端的に端的にはい、そうですね、ずっと優勝を狙って、練習してきたので、無事にできて、ほっとするのと、嬉しいです。はい、今回優勝できてとても嬉しいのですが、これがゴールではなく、ここから今年がまたスタートするような気持ちで、また後期に向かって頑張っていきたいと思います。もう完璧な答えだね。ありがとうございます。これ多分優勝を狙ってもうこのコメントまで考えてたね。そうです。まあさすがだ。はい、でも今日はもう完全に優勝狙いでね、去年の後期が3位で、そうです、ね、で1位2位の選手が A 級に上がったから、もうそのプレッシャーを背負ってたわけだよね。はい、この優勝狙いのこの間のこの練習どんな感じで来ましたか？そうですね、踊り込みと、自分に集中することと、床に対して集中することと、テーマを持って、練習しました。お前インタビュー下手だね。はい、ちょっと安定な答え。はい、後期が3位だったので、そこから前期に向かってひたすら優勝するイメージをもうトレーニングしながら毎日練習していました。こういうふうに答える。分かった。ありがとうございます。これが完璧な答えよね。はい、練習してました。さあこれででも B 級で優勝して A 級のもう片道切符を持ちましたということは、今後日本インターとか、ね、A 級戦でもやはりこれからもう準決勝を狙っていかなきゃいけないですね。はい、それの、まあ、また後期も優勝しなきゃいけないし、これからの抱負をちゃんと答えるよね。いい感じで。いい感じで。はい、抱負を。抱負。はい。はい。じゃあ選手権では、準決勝、決勝食い込めるように、B 級はまた優勝できるように頑張ります。それ今俺が言ったやつだよね。まあ、だから多分後期の B 級もし優勝できたらインタビューの練習もちゃんとしてたらいいよね。はい、では模範的な答えを。はい、B 級優勝できてこれから選手権や日本インターなど続きますが、 B 級とか A 級とか関係なく A 級の中でも勝っていけるような選手になれるようにまた引き続き練習していきたいと思います。完璧だ。皆さんお分かりのようにこのカップルはパートナーで持ってる感じですね。さあそれでは優勝しました高野正武、吉田稲見でした。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。